ザ・ハングレと関係を持っていたと噂の芸能人第1弾。羨望の眼差しを浴びるきらびやかな芸能界ですが、お金や人間の欲望が集まる場所には必ずヤクザやハングレ純暴力団の存在があります。今回はヤクザ・ハングレと関係を持っていたと噂の芸能人についてまとめましたのでご紹介します。ヤクザ・ハングレと関係があると噂の芸能人、島田紳助。芸能界において暴力団とのつながりが最も自然に感じられるのが島田紳助さんでしょう。2011年8月23日19時に吉本興業から島田紳助さんが芸能界を引退する旨が発表されましたが、その理由は暴力団との関係を週刊誌に暴露されたためでしたが、それはきっかけに住住もともと引退を考えていたことも明かしました。島田紳助さんは芸能界を引退した後はトレーニングやゴルフ三昧の日々を過ごし、楽しく自由な生活を送っていることをインタビューなどで明かしていましたが、暴力団との関係を暴かれたことは芸能界引退の良いきっかけになったと述べていました。ヤクザ・ハングレと関係があると噂の芸能人、朝青龍。朝青龍は貴乃花や白鵬と並んで平成の大横綱と呼ばれましたが、不祥事を立て続けに起こして引退に追い込まれたため、この呼び方を否定する人も少なくないようです。朝青龍は現役時代から問題ある言動を繰り返してきましたが、貴乃花との第一番で敗北した時には花道を帰り際に畜生と叫び、その後のインタビューで貴乃花の怪我した足を蹴ればよかったと愚痴り物議を醸しました。また自らが目標としてきた旭鷲山との取り組みで敗北した時には審判に物言いをつけた挙句、肩がぶつかった旭鷲山をねめつけて下がりを振り回し、その後の再戦では反則負けを喫し、朝青龍は旭鷲山の車のサイドミラーを破壊する器物損壊事件を起こしました。その他にも朝青龍は怪我で休場しながら中田英寿さんらとサッカーをして仮病疑惑が浮上したり、引退後に泥酔して暴行事件を起こし週刊誌に取り上げられました。この事件で朝青龍は傷害容疑で逮捕されましたが、被害者男性が元関東連合のメンバーだったことから、朝青龍が日頃から闇社会の人間と深い付き合いをしていることが噂されてました。ヤクザ・ハングレと関係があると噂の芸能人、藤井里奈。藤井里奈さんはファッションモデルやタレントとして活躍していましたが、世間的な認知度を得たのは皮肉にも関東連合絡みの話でした。藤井里奈さんは市川海老蔵暴行事件が起きた2010年前後から元関東連合リーダー格の石本太一さんと交際しており、週刊誌などでたびたび名前が登場したことから知られるようになりました。ヤクザ・ハングレと関係があると噂の芸能人、清原和博。清原和博さんは甲子園通算最多本塁打数記録保持者で鳴り物入りで球界に入り、西武ライオンズや読売ジャイアンツ、オリックス、バファローズなどを渡り歩く中で主砲として活躍し、番長の愛称で親しまれていました。引退後も野球評論家やタレントとして活躍していましたが、2014年3月に違法薬物使用疑惑が週刊誌週刊文春によって報じられ、さらに同年9月22日に離婚していたことをファックスで発表するなど、清原和博さんはかつての栄光からみるみるうちに転落していきました。2016年2月2日に都内の自宅マンションで覚醒剤を所持していた容疑により、清原和博さんは現行犯逮捕され、野球ファンからは多くの残念がる声や怒りの声が上がりました。その後、薬物を断つために苦しみ抜いている様子がたびたび報じられ、清原和博さんはインタビューで自殺も何度か考えたと明かしていましたが、現在までに2度目の逮捕はされておらず、薬物との決別を続けることができているようです。なお、清原和博さんには山口組関係者をはじめとする闇社会との関係が取り沙汰されており、覚醒剤とともに闇社会と縁を切れるかどうかも注目されています。ヤクザ・ハングレと関係があると噂の芸能人、赤西仁。赤西仁さんはジャニーズグループカトゥーンのメンバーとしてデビューし、2010年に脱退してからは
2014年のジャニーズ事務所脱退後もソロアーティストとして活躍してきました。プライベートでも2012年2月2日に女優の黒木メイサさんと結婚し、その後2人の子供に恵まれるなど公私ともに順調だった赤西仁さんですが、ネット上では黒い噂もささやかれてきました。赤西仁さんは山下智久さんをはじめとする仲の良い友人らと一緒に六本木や西麻布などで派手に豪遊していたと言われていますが、ネット上では赤西軍団と呼ばれていました。赤西仁さんらは関東連合が仕切っていたクラブも頻繁に利用していたことも分かっており、ツイッターで元関東連合リーダー格の石本太一さんと友人であることを示唆する投稿が注目されたこともありました。しかしそれらは噂の息を出ていないようで、赤西仁さんが関東連合と関係を持っていたかは定かではありません。ヤクザ、半グレと関係があると噂の芸能人小向井美奈子。小向井美奈子さんはグラビアアイドルとしてデビューし、サッカーアニメホイッスルでは主人公の風祭り進の声優を担当するなど活躍していましたが、2008年9月24日に突然の事務所解雇が発表されました。そして同年11月末には週刊誌週刊ポストにおいて、私が見た副業は売春という悪夢という衝撃的なタイトルで、小向井美奈子さんがグラドル界にはびこる売春枕営業の実態を暴露して話題になりました。小向井美奈子さんは2009年1月22日に交際相手の自宅で覚醒剤を使用していた容疑で逮捕され、使用した理由として交際相手に強要され断ると暴力を振るわれていたことを明かしました。小向井美奈子さんはセクシー女優デビューして話題になりましたが、バックには関東連合と密接な関係にあり、覚醒剤もそのルートで入手していたとみられています。ヤクザ、半グレと関係があると噂の芸能人水木有紗。水木有紗さんは1990年代頭に富士からレナウンの CM スコレーで注目を浴び、その後アイドル歌手として一世を風靡する一方、女優としては2020年まで29年連続通算33作品において連続テレビドラマの主演を務めており、ギネス世界記録認定されました。トップ女優として活躍する中、2015年3月21日に建設関連会社である KRH 株式会社の代表取締役社長青山浩二さんと結婚しました。また K ポップグループビッグバンのスンビさんを弟のように可愛がっており、スンビさんと仲が良かった青山浩二さんと知り合い交際に発展、結婚に至ったようです。青山浩二さんの会社は父親の青山薫さんが1977年に創業した青山商店が始まりであり、建設足場の会社として年商150億円と言われる国内最大規模にまで成長させました。それまで水木有紗さん自身に黒い噂はありませんでしたが、フェラーリ王子と呼ばれるほどセレブぶりを見せる青山浩二さんとの結婚から黒い噂がささやかれるようになりました。関東連合の元メンバーだと噂される青山浩二さんですが、実際には関東連合とは関係はなく、前妻の上原さくらさんと泥沼離婚騒動があったことから、元関東連合リーダー格の石本太一さんの元カノだった上原美優さんと混同された可能性が高いようです。しかし水木有紗さんには非常に素行の悪い母親でクラブ経営者の宮川淳さんの存在が取り沙汰されてきており、結婚翌年の2016年には覚醒剤取締法違反所持の疑いで現行犯逮捕されていました。その後お金にがめつい宮川淳さんが水木有紗さんの旦那となった青山浩二さんに無心をしないか心配されてきましたが、現在までそうした報道はないようです。ヤクザ、半グレと関係があると噂の芸能人酒井法子。酒井法子さんは1986年にオーディションを経てバラエティ番組ももこクラブ TBS 系にレギュラー出演し、ノリピー語を使うキャラクターでノリピーの愛称で注目を集め、1987年2月にはシングル男の子になりたいでアイドル歌手デビューをして絶大な人気を博しました。社会現象を巻き起こしたアイドル時代を終えると女優としても活躍してきた酒井法子さんですが、
1998年12月に結婚した当時プロサーファーの高層雄一さんと揃って、2009年に覚醒剤を夫婦揃って使用、所持していた覚醒剤取締法違反で逮捕されました。酒井紀子さんはこの事件により表舞台から姿を消し、復帰が難しいほどにイメージダウンをしてしまいました。またネット社会となったことで酒井紀子さんの出自についても調べられることとなり、父親は山口組系伊豆組傘下の酒井組、酒井峰吉組長だと分かりました。ヤクザ、半グレと関係があると噂の芸能人、高岡壮介。高岡壮介さんは2000年の映画バトル、ロワイヤルや2005年の映画パッチギなどで注目を集めブレイクした俳優ですが、国民的女優の宮崎あおいさんと結婚、離婚したことでも話題となりました。第2弾の宮崎あおいさんの項目でも紹介していますが、高岡壮介さんは半グレの代表的な組織、関東連合の面倒見役ケツ持ちだった金村武宏さんを兄貴分と慕っていたことが分かっています。週刊誌などでも高岡壮介さんが金村武宏さんが関東連合のコア表のメンバーと飲んでいるところを写真に撮られて報じられていましたが、こうしたことから高岡壮介さんは反社会的勢力との密接なつながりがあったことが確定しました。高岡壮介さんはツイッターで韓流批判をした2011年にテレビから干され、同時期に宮崎あおいさんとも離婚しましたが、2018年11月に一般女性と再婚していて、すでに2児の父親になっていることを公表しました。視聴者の皆様にはこの件について、そしてそこから派生するさまざまな社会問題についてぜひ考えを巡らせていただきたいと思います。コメント欄では皆様のご意見をお待ちしております。またこのような深い考察を要するテーマに興味を持っていただけたなら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。次回の放送ではまた新たな視点から現代社会の課題に迫ります。皆様のご視聴を心よりお待ちしております。ありがとうございました。